皆さん、こんにちは。それでは、ウェブ解析入門、そのような話をしていきます。この業界に根強い不都合な真実という話をしていきます。私、ウェブ解析協会代表理事の江尻と申します。ではですね、早速このウェブ業界の不都合な真実という話をしていきます。その前に皆さんにお話したのは、事業の世界につなげるためには、単純にサムネをするんじゃなく、自分で事業の世界につながるような戦略をですね、ウェブ解析から見つけましょうという話をしました。でも、その前に、実行する前にはこのウェブ業界に残るこの不都合な真実を知らなきゃいけないということをお話をしていきたいです。これはですね、このウェブ解析を共通言語にしよう、ウェブ解析でユーザーを知ろう、ウェブ解析でチャレンジをしようという3つの中の最初のウェブ解析を共通言語にしようという話の中でお話をしていきたいんですね。はい。まずこの中でこのいろんな言葉があるわけです。これはウェブ解析に限らず、ウェブマーケティング、あるいはデジタルマーケティングでは様々な言葉がたくさんあります。この中でですね、私はこのいろんな言葉の中で、ウェブ解析とっても大事ですよと、できれば最初に学んだ方がいいですよという話をしていっています。なぜウェブ解析ってそんなに大事なのかということですね。ここに書いているのはビッグデータとかね、マーケティングオートメーションみたいな言葉とか、こういう言葉の方が大事じゃないのっていうふうに思う方もたくさんいらっしゃると思います。でも、ウェブ解析ってこれらを実行するのもとても大事なベースになる考え方なんですね。なので、その辺の話をしていきたいんですね。それには、まずこの業界の問題点の話をしていきたいと思います。まず、このディレクターと言われる方がいますね。ウェブディレクターとか言われるんですけど、結構何でも屋さんみたいなこともやってることも多くて、主にこのクライアント、お客様からの要件を聞いて、それをですね、元にこのウェブデザイナーとか、ウェブプログラマーに、このどんなものを作るかということの要件決めをしたりとか、あるいはデザイナーの要望に対して、この逆にクライアントに伝えたいというのはですね、全体の取りまとめをする役割がウェブディレクターになります。で、当然彼の役割はウェブサイトを改善することが仕事ですね。つまり、いるからにはですね、ウェブデザイナーにいい仕事をしてもらって、そしてウェブ担当者にですね、ちゃんとこう評価してもらって、ちゃんと対価を払ってもらうということが大事な役割になるわけです。で、ウェブサイトを改善しましょうという話をすると、じゃあ、クライアントはどんなことに関心があるかというと、安くしてよ。その提案、安くならないの、どんだけ安くなるのというところで評価されることはとても多いわけですね。そしてですね、ウェブを作る側、制作をする側から見ると、もう何作るか教えてくれということが大事なわけです。これ無理もなくって、要は制作したものがですね、できたものがちゃんと頑張ってても、ウェブ担当者がこれ違うよって言われたら、その制作者の努力が無駄になっちゃうわけです。だから、どのように作ったらクライアントから OK をもらえるのかということを指示してほしいということが、この制作者の最大の関心事だったりします。この安くしてくれ、何を作るか教えてくれ、これはですね、やっぱりお互い仕事の目的が違うわけです。ウェブ担当者は儲けるのが仕事です。だから、いかにコストを下げて、そして成果を最大限に上げるかということが大事になってきますから、もしこの改善する提案があったとしたら、それは決まってくるわけです。その提案をどれだけ安くできるかによって利益が決まってきますね。そこが大事になってくるわけです。そして、この改善をするために制作者はミスをしたくないです。そうすると、何をどう作ればいいのか、いつ上げればいいのかということをちゃんと教えてくれと。それをちゃんと出すことが仕事です。作ることが仕事。だから、お互いですね、役割は全然違うわけですね。ウェブ担当者は売上を増やすこと。しかもこれは自分の会社ですね。自分の会社の売上を増やすこと。そして、この制作をする側としては受注を増やすこと、つまり自分たちのこのウェブを作る上で高いお金でサイトを作ってほしいということが目的なわけです。これ全く相反しちゃってるわけですね。それでですね、このウェブ担当者の立場で見てもらいですね、同じようにですね、このマルチデバイスとかさまざまな言葉が入ってきますけど、ウェブ担当者はそれだけじゃないですね。会社にいますので予算とか人事効果とかあります。またウェブ担当者ってずっと長年やってる方は少なくて、大抵ローテーションでですね、3年4年で変わったりします。そうすると組織内ローテーションとかですね、ありますし、またウェブ担当者がその企業においてメインってことはほぼなくて、大体ね、販売とか営業とか、そういうところ、製造とか、こういうところが大体主流になってきますので、間接部門の一つになります。そして社内の IT リテラシー、つまりこのウェブとかですね、パソコンとかの知識とかが低かったり、あとは業界の招集感があってですね、なかなかやりたいことができないなんてことがいろいろと悩まされたりしてます。ウェブ担当者の皆さん、そういう状況であるので、大体孤独なんですね。つまり皆さん、この、
ウェブを自分としてもっと普及させたい、頑張りたいと思うけども、やっぱり組織の中で多数派じゃないわけです。多くの方は営業とか製造とかしてるわけで、その中に理解しなきゃいけないので、自分一人で頑張らなきゃいけない、あるいは自分含めて少数の人間でこのウェブをですね、活用していかなきゃいけないということにずっと、悩まされているケースが多いわけです。では、このウェブ担当者がですね、一念発起してウェブサイトをリニューアルしましょうなんて話があったとします。そうするとですね、もちろんウェブの業界から提案が出てくるわけです。でも、例えば1ページ3万円で、ディレクション費用1万円で、テンプレート8000円ですよとかですね、トップページ8万円ですと、あれ、トップページってさっきのなかったぞと、1ページ1万5000円ですと、あれ、なんか値段が半額だと、制作管理費っていうのが出てきて、10%いりますと、制作管理って何だ一体と、次にホワイトプラン一式とか、ゴールドプラン一式みたいなね、どっかの携帯電話みたいなですね、一式プランしかなかったりするし、まあ、1ページ2万円で予約用プログラム。予約用プログラムって何だそれが15万なのかと。ディレクションが3万円。このディレクションっているのかと。こっちは1万円だよ。あっち3万円だよ。どっちなんだと。レンタル予約フォーム。レンタル予約フォーム。これ月額5000円。単位が全然違う。この状況で皆さん、まあ、多分皆さん、プロのウェブの業界の方として、どの提案が一番いいでしょう。これ選べないんですよね。何がいいかプロでも判断できないんですよ、これ。そうすると、ウェブ担当者として何を基準に選ぶかって、もう安いとこと安心なところしか選びませんよね。だからさっき言った通り、じゃあ、ウェブを開設提案をした時に費用を抑えてくれというふうになってしまうのは、このように、ウェブ担当者から見て判断がつかない基準で僕ら提案をしているわけですね。それではやっぱりウェブ担当者選びようがないということです。実際にはこのウェブ業界の方々は別に、この金額曖昧ってわけじゃなく、人月計算をしてですね、大体計算することが多いわけです。私が例えば月額25万円欲しいなと、で会社としては3倍稼げて言われたら、75万ぐらい稼がなきゃいけないと、じゃあそれを20日で割って8時間で割ったら僕の時給はいくらだと、じゃあその時給で大体何ページ作れますと、じゃあいくらぐらいかなというふうな、こういう計算でやるんですね。これはもうシステム開発、あるいはこのウェブデザイン、これも大体この人月計算というものを使っているわけです。これはこれでですね、確かに会社が潰れない、あるいは事業としてやっていくためには必要なことでありますけども、でもこれってこのウェブ担当者が見たらあまり意味がないわけです。しかもそれをページ単価で割っちゃってるんで、要はこのページ単価、この3万円のページと1万円のページ、トップページ8枚とトップページ0円の違いがわからないわけですね。なので、僕たちのこのお金を稼ぎたい意味での計算がウェブ担当者にとって全く判断基準になってないということは、まずこのウェブ業界としてしっかりと考え直さなきゃいけない一つの大事な問題点です。僕たちはウェブ担当者はですね、売上を上げるために仕事をしてるわけです。ということは、僕たちは彼らの売上を上げるために何をするかということを考えなきゃいけないのに、僕たちがお金を稼いで食っていくためにその理屈を押し付けているということは、何とか変えなきゃいけないところだと思っています。はい、では次に制作者ですね。制作者はですね、やっぱり同じようにいろんな専門用語が並んでますけども、さらにオリエンプレゼン、要件定義、仕様作成、工数管理、予算管理、テクノロジー研究、業界研究というね、つまり制作者としてはですね、この受注してこなきゃいけませんから、その時にはオリエンテーションとかプレゼンテーションも必要です。そして受注した管理ですね、受注するまではですね、もうあれもできます、これもできます、それもできますって言うんですけども、受注しちゃうと今度はそれをあれもします、これもします、それもしますって全部やんなきゃいけないですね。そうすると要件を定義しなきゃいけない、定義者要件に対して仕様書を作んなきゃいけないということで、大体このいろんな機能をちゃんと決めなきゃいけなくなってくるわけですね。で、そうすると当然この予算も限られてますから、予算に対して一体どのぐらい進捗できているかなということをですね、調べなきゃいけませんし、工数、その予算に対してちゃんと工数適正かなと。予算に対してオーバーしちゃうと、これ仕事したら赤字になっちゃいますからね、そこを管理するとかいうことをやらなきゃいけないし、かつさらにこの業界はどんどん進化していきますから、テクノロジーとか業界の研究もしなきゃいけないんですね。やることいっぱいなんですよ。このウェブ制作者の課題としては、もういろんなことやらなきゃいけなくって、皆さん息もつく間もなくですね、お仕事してます。だからですね、このお互いですね、この噛み合わないわけですね。制作者の方々から見て、例えばこのウェブ担当者の方が Facebook ページを作りたいなんてことがあった時に、皆さんどんな点をしますかってことを考えてほしいんです。要は私たち、この制作者のすごい頑張り、やることいっぱいで頑張っているのに、その価値がどう評価されているかって話をしていきたいんですが、例えば30万円としましょうか。
そうするとどういう答えが出てくるかっていうと、高いと。そうするとですね、いやでも、一応この Facebook ページを作るだけじゃなく、実際運用するとか、うんぬんかんぬん考えたら結構必要ですよという話をしていくと、自分で勉強して作っちゃおうかなと。Facebook のね、ページの作り方なんて本はいくらでもありますしね。あと、ブログもあるわけです。なんで、自分で簡単に作れちゃいそうな気がするわけですね。実際には、情報は古かったりして結構苦戦したりすることが多いんですが、すぐに作れそうな感じがするわけです。そうするとですね、やっぱりじゃあ、このぐらいで作りますみたいな感じで、ディスカウントせざるを得ないことも起きます。これだけやることいっぱいで頑張ってるにもかかわらず、制作とか開発っていうものの価値が、このウェブ担当者から認められにくいという時代が来ているということは言わざるを得ないです。だって私が2000年に会社を起こして2002年に作ったホームページって、担当者は簡単に更新できるようにしてほしいってことで、もうプログラムを全部作ったんですよ。この時に500万円だったんですね。確か。今、この担当者が簡単に更新できるウェブサイトっていくらでしょう？ 50 万円？ 5 万円？ 5000 円？ 500 円？いや、ほんとその金額ですよね。今だったらば、もう簡単にホームページを更新できるソフトなんてゴロゴロしてるわけです。オープンソースもあるし、つまり、ワードプレスみたいなオープンソースもあるし、簡単に作れるこの、サービスもありますね。ジンドゥとかそうですね。また、いあのまあ、この単価も下がってくる時代なんですよね。つまり、オープンソースとは関係なく、例えばこの海外とかフリーランスとか、もう様々な方がですね、どんどん参入しやすいわけです。パソコン1台だったら簡単に入れるわけです。だから、例えば楽天のホームページの更新をしているとあるフィリピンの企業の話を聞いたときに、制作者がですね、月給4万円らしいんですよ。日本語で楽天のページの更新で。これ勝てないですよね。4万円じゃ暮らしていけませんもん。こんなことを考えるとですね、どんどんこの価値が認められなくなってきてるっていうのは、これも時代の流れとしてやむを得ない。多分この僕は10年間で作れるという価値は100分の1ぐらいになったんじゃないかなという感じがします。500万円が今や5万円って感じですね。このことは自覚しなきゃいけない。だからお互い問題を抱えています。ウェブ担当者は孤独、制作者はやることいっぱい、しかも価値が認められにくい。だから我々この制作者の価値というものを、例えばウェブの改善で売り上げが10%伸びましたということで、ウェブ担当者の関心である売り上げにちゃんとつなげる言葉を使う。そして、ウェブ担当、制作者の関心である目標値、何をすればいいかってことですね。ウェブ担当者の関心から翻訳してあげて、目標達成に直帰率を5%下げましょう。そのためにどういうランディングページを作るか考えましょうというふうに決めていくわけです。このようにですね、ディレクターがこのウェブ解析の言葉を共通言語にして、制作者の努力をウェブ担当者に伝える、ウェブ担当者の要望を制作者に伝えるということは、これからとても重要になってくると思います。このことがウェブ解析を共通言語にするということです。そしてですね、このことができてきたら、次に考えなきゃいけないことは、事業の成果につなげるためにウェブを使うことです。例えば、ジュエリーショップがあります。年間に、月間ですね、年末までに月間の売上を300万円上げたいですと。月300万円。ウェブサイトに何人集客すればいいですか？ウェブサイトに何人集客すればいいは目標達成できますか？これをまず決めて、その集客をするためにウェブをこれだけ使います。広告をこれだけ使います。SEO とかソーシャルをこう使います。そして、達成しましょうというような説明ができれば、ウェブ担当者の努力を、ウェブ担当者の希望をですね、伝えることができますし、ウェブのですね、制作者もこのやりたいことを伝えられるわけです。客単価2万円、注文率1%の場合にどうすればいいかということを求めなきゃいけませんね。皆さんできますでしょうか？そして、その、予算に対してどれだけ集客しなきゃいけないかということを決めて、そこからサイトの構築とか広告を考えればいいわけですね。これが事業成果につなげるためのウェブの提案です。皆さんはどのようにこのウェブに集客する数を決めていけばいいのか、そしてそれをどう提案につなげればいけばいいのかということをこれから考えていきたいわけですね。これを次の動画でお話をしていきたいと思います。
感想をシェアしていただけると喜びます。ウェブ解析入門、私のテキストです。またこの動画、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。あと、メールアドレス、Twitter、Facebook 書きましたので、よろしければね、ツイートとかですね、Facebook で、ポストとかしてくれるととても嬉しいです。また、メールも大歓迎です。感想とか、もっと聞きたいことありましたら、ぜひお答えください。では、ありがとうございました。